金田一37歳の事件簿最新話の深掘り会です。深掘りのテーマに進む前になんですけど、今回もうねこの時点で注意喚起しておきますね。ファイル118までのネタバレがありますので、くれぐれもご注意ください。では改めて深掘りのテーマなんですけど、赤霧月野田の共犯説は本当に消えたのか、これでいきましょうか。ファイル118の内容を受けましてね、相変わらず怪しさ満点の赤霧コーチなんですよ。灯油タンクの持ち出しを自分から進言したりとかね、あとは新ロッジについてからの手分けして探すぞタイムでなおも灯油タンクを持ち続けていたりとか、金田一シリーズの世界の灯油会社から広告費でももらっているのかというくらい灯油タンク持ちながら複数のコマに移り込んでいるんですよね。一方の共犯ではないかと見ていた月野田萌です。ファイル117までの推理動画で当チャンネルでは赤霧月野田の共犯説っていうのを唱えました。それでその推理はファイル118の内容を受けても実はまだ変わってないんですね。当チャンネルの推理としては、厳密にはファイル118での月野田は共犯かどうかを改めて判断するほどの新情報が出てきていない、そういう解釈です。ここでファイル117までの内容をベースにした推理動画を一部抜粋して 1.5 倍速くらいでご紹介しますね。どうぞ。第一の事件、青崎優奈。まず話は初日の夜に遡ります。ここで新ロッジの暖房装置が壊されましたね。どちらの仕業かはともかく犯人がやったのだと考えるのが自然だと思います。くしくも暖房装置の異常に最初に声を上げたのが第一の被害者、他ならぬ青崎でした。その後全員が段階的に旧ロッジに向かいましたね。ここで第一の事件が起きるんです。当チャンネルの推理では第一の事件の実行犯は赤霧コーチ、彼だと考えています。赤霧コーチは青崎を仕留めた後、上と下に分けるんですね。ここでいう上や下に関しては皆さんの自己責任のもと、マガポケまたはコミックデイズ等でご覧ください。で、赤霧なんですが、男性陣が先駆けて旧ロッジに向かう際に荷物の中に青崎の上を紛れ込ませました。そう推理しています。それは赤霧自身が運んだ大荷物の中にあったかもしれません。あるいは金田一くんが手伝いますと言って持ってあげた荷物の中にあったのかもしれません。ちなみにですね、当チャンネルの推理では赤霧はあの荷物の中にスキー部のジャージと手袋と靴下、これをワンセット同梱していた可能性があると推理しています。これは後で使う小道具、まあある意味では大道具かもしれませんけどね。そして旧ロッジに男性陣4名が到着した後、赤霧コーチは鶴井監督たちの目を盗んで現場のセッティングを行いました。この時の描写の限りでは男性メンバーそれぞれが個別に動いていた時間も存在していたと考えられますので、まあすなわち一人になる時間があったと考えられます。ましてこの時点では暖房設備の異常だけという認識であって、金田一君たちはまさか事件が起こるとは考えていなかったはずです。そういった心理的な盲点を利用しながら赤霧は現場作りをしていたことになります。やがてです、赤霧の現場セッティングが終わった少し後、金田一君が第一の事件青崎の現場を目撃してしまうんですね。もっともまあこれくらいのタイミングで発見されるのは犯人にとって想定内だったんでしょう。そうでなければいつか誰かが通るはずのトイレへの通り道に現場をセッティングなんてしないはずですからね。さて第一の事件の現場ですが、赤霧がどうやって青崎の上下をセッティングしたかです。その推理をご説明します。結論としてこの時の青崎は上が本物でした。これがないと話になりませんからね。でも一方で青崎の下に関してはジャージや手袋、靴下の中に雪や氷を詰めたものだと推理しているんです。金田一くんの体がカチコチもこれで回収されます。前回の動画までで一部の視聴者さんが推理されていた1年前ないし2年前の首なしスキーヤーの事故の遭難者のものである可能性は、私ないと、ゼロであると思っています。冷凍保存のコストもえげつないですし、何より万が一誰かにそれが見つかっちゃうと、今回の聖アルプスの事件が起こる前に全ての計画が頓挫するリスクもあるっていうのが理由の一部です。ということで改めて第一の事件現場は、上が本物の青崎、下がジャージなどへの雪氷の詰め物、つまりハリボテと言えばいいでしょうかね。そして青崎の本物の下は第一の事件の発覚時点でまだ新ロッジに置かれたままだと推理しています。その後です、全員が旧ロッジに合流することになりました。旧ロッジで一夜を明かすことになったこの日、金田一君たち男性陣4名は2時間ほどに分けて根津の番で警備をします。なおここで少しだけ訂正入れさせていただきますね。前回ファイル116の時点でトイレに行くという下りがフォーカスされていましたので、あ、じゃあ犯人ここでは赤霧が紅茶に睡眠薬を混ぜたんじゃないか、いや利尿剤かもしれないなみたいな、そんな風に当チャンネルで言っていたかと思うんですね。ただしこれはファイル117の描写を読んでちょっと改めて考えた結果、紅茶に何か混ぜられていたとしたら、それは睡眠薬か、あるいはそもそも何にも混ぜられていなかったんじゃないかっていう風に考えています。まあどちらかで強いて言うならば前者、睡眠薬だったのかなっていう考え方ですね。第2の事件、鈴木あやめ。合宿のメンバー全員が警戒する中で第2の事件が起こりましたと言っていいかな。ターゲットは鈴木あやめです。そして当チャンネルで推理する第2の事件の実行犯は月野田萌、彼女だと見ています。ただし月野田は斧で手にかけて下を屋外に落としたのみっていう推理です。まあのみといってもそれだけでかなりのことをしているんですけどね。つまりファイル116のラストでつらら落としをした人物は月野田だという推理です。これはね、第2の事件に関しては犯人が意図したものか、あるいは鈴木自身の判断なのか、前段階前段階があったと見ています。まずあらかじめ鈴木の着ていた服が変わっていたこと、鈴木がパーカーからジャージに着替えているんですよね。それが、まあ、自分で着替えたのか誘導したのか、あるいは鈴木自身が寝やすいようにパーカーからジャージに自発的に着替えたとかね。
またあるいは月野田が無理やり変えたとか、そういう可能性もあったりするんですかね。まあでもそこに関してはこだわらないっていう風にしています。結果として鈴木がパーカーからジャージに着替えてましたよっていう状況だけが実現していれば OK っていうことです。で、第2の事件が起こっていた時間帯は真夜中なんですよね。つまり誰かは眠っていて別の誰かは起きていてっていう時間でした。金田一シリーズの他の事件で言うならばアリバイは曖昧な人が多いといったところでしょうかね。なので犯人からすればある程度はアリバイどうでもできるよという感じだったんでしょうか。なのでね、第2の事件では裏で大掛かりな作業が動き出していたと推理しているんですね。それが青崎と鈴木の上下入れ替えトリック。よろしいでしょうかね。当チャンネルの推理いきますよ。まず第2の事件が起こる前の時点で青崎の上が旧ロッジにあり、下はまだ新ロッジにあると推理していました。そこで第2の事件が起こり鈴木が仕留められました。鈴木はファイル117のラストによると新ロッジにある、つまり新ロッジにあると解釈できるんですね。これね、いるじゃないんですよ、あるね。まあこの時点でただならぬものを感じるんですけどね。そしてこの動画のテロップでもすでに鈴木上、鈴木下って書いちゃってるんですけどね。もうこれファイル117時点で確定ですもんね、これはね。それでここで大きな動きをした人物が少なくとも一人いたと仮定しています。それが赤霧徹。月野田が旧ロッジで鈴木を仕留めた直後、赤霧は新ロッジで第2の事件の現場をセッティングしていたと推理しています。それでファイル117で根津の番だった金田一くんの前にシャワーを浴びた後の状態で現れたのではっていう推理でもあります。つまりファイル117での赤霧は新ロッジに第2の事件の現場を用意してきた後、急いでシャワーを浴びて金田一くんの元に合流した、そういう推理です。ちなみにファイル117では赤霧が金田一くんのところにやってきたまさに直後といえるタイミングで月野田も合流しているんですよね。赤霧さん、月野田さん、あなたたちはグルですか？まるでね、前もって申し合わせていたかのようなタイミングなんですよね。それもこの後のトリックのためだったんでしょうか。ここでね、3人でトイレに行きました。金田一、赤霧、月野田の3人がトイレに行って、1人ずつ順番に用を済ませるってことになりました。最初は月野田だったようなんですけど、まあ省略された描写の中には月野田と同様にして、金田一くんが行ってきた場合と赤霧の場合もあったんでしょうと考えられます。月野田と赤霧、2人が狙っていたタイミングは間違いなくここでしょう。金田一主任がトイレにいた時。ここで例の雪の投入ですね。金田一くんがトイレを済ませようとしている数十秒もしくはその程度の時間帯で、赤霧と月野田はあるいは2人のうち1名かもしれませんけど、大急ぎでロッジの外から中に少量の雪をパッと入れたと。これは誰かが外から中へ入ったのかという疑念を抱かせるだけでいいので、むしろ荒っぽく投げ入れる程度で良かったはずです。リスクは最小限、結果金田一くんに外部からの侵入を錯覚させることができました。それにより金田一くんの主導で全員を旧ロッジの一つの部屋に集めて用を明かすという流れができましたね。犯人が赤霧と月野田の共犯によるものならば、もうすでに第2の事件現場はセットが済んでいるんでしょうと。内側から見られないタイミングである限り、血で書かれたと思われる新ロッジにある、この文字も全員が旧ロッジに集合してから夜が明けるまでの任意のタイミングで書かれたものだと考えられます。まあこれ強いて言うなら、書いてから見つかるまでのリスクが小さい第2の事件の実行後とかでしょうかね。さて、その血文字ね、新ロッジにある、この一文が示すものは彼女のことでしょう。鈴木あやめです。第2の被害者鈴木の現場が新ロッジにあると、そう解釈するのが自然なはずなんですよ。そもそもこの事件をそのまま解釈するなら、犯人の作業量がえらいことになっているんですね。第一の被害者青崎を新ロッジで仕留めて、その現場を旧ロッジにセットすると。そしてファイル117の限りでは、第二の被害者鈴木を旧ロッジで仕留めて、その現場が新ロッジにあるとほのめかしているように見える。だとすると推理として一番気になるのはここでしょうか。どうやって運んだ。それこそ被害者が似たような目に遭っている飛騨からくり屋敷、これでも近いことを触れていました。犯人にとって大変なのは体の処理であると。そういうことをね。つまり今回の聖アルプスの事件でのポイントは、犯人もしくは犯人たちの作業量をできるだけ少なくしつつ、旧ロッジ新ロッジ両方でそれぞれ1名ずつの現場が確認される、その状況を犯人は描いていると考えられます。もうちょっとこれ別の言い方をしますね。犯人は下まで運んだのか、ズバリ言うとこういうことです。そしてね、当チャンネルにおけるその答え、ノーだと思っているんですね。運んでないよと。ではどうしたのか、それが先ほど触れたこれです。入れ替えた。さて、再び話は戻りまして、トリックの推理です。具体的にいきますね。私も先ほどお話しした通り、第一の事件の発見時点で青崎の上は旧ロッジで下は新ロッジです。そしてファイル117の通りに進むとしたら、第二の事件ではどんなに少なくとも鈴木の上は新ロッジということになります。その状況で当チャンネルでは、わざわざ2人の下まで新旧ロッジの間を移動させるメリットがない、そう考えるんですね。もっとも現場検証などが行われるタイミングでは、運んで辻褄を合わせる必要があるんでしょうけどね、警察とかの現場検証がね。とりあえず金田一くんたちが聖アルプスで時間を共にしている間は、下の移動までは必須ではなかったと。スキー部員は全員ここまでの描写を見る限り、歴然とした体格差は見当たらないんですよ。だいたい標準体型とでも言えばいいんでしょうかね。つまり当チャンネルの推理ではこういうことです。第一の事件でまず新ロッジで青崎を仕留めました。そして赤霧が旧ロッジへ青崎の上を持っていきました。この時月野田が新ロッジで青崎の下を適切な場所に移動させていたかもしれません。
話役だからの口実も使えそうですからね。それで赤霧が第一の事件現場のセッティングをしましたと。青崎の上は本物で、下がジャージなどに雪や氷を詰めたもの。そして第二の事件です。鈴木が仕留められた場所は旧ロッジだと推理しています。そして一部が寝静まったタイミングで赤霧が鈴木の上を引き受けて、それだけ持って新ロッジへ単身乗り込みました。それで第二の事件の現場をセッティングした赤霧、ファイル118以降で金田一くんたちが目撃するであろう第二の事件の現場では、鈴木の上が本物で、下が青崎の下、新ロッジに残したままの青崎の下をここで利用するわけです。赤霧はその要領で第二の事件現場を新ロッジに作り出し、最小限の時間で再び旧ロッジに戻り、急いでシャワーを浴びました。その後ファイル117の通り金田一くんの元に合流という流れです。もしかしたらその後旧ロッジ側ではカチコチだった詰め物を処分して、旧ロッジに残した鈴木の下を一時的にでも青崎の下として扱う描写があるかもしれません。あるいはまあちょっとこれ想像したくないんですけど、少し前に考えたように青崎や鈴木の下が置かれている場所に炎が上がってっていう可能性も、あり得るのかなとは思いますね。若干の可能性としてね、人型島みたいな展開ってことです。そこはまあ今後次第といったところですけどね。ドラマアニメで放送された金田一少年の事件簿、その20年後を描いた金田一37歳の事件簿、2023年春からコミックデイズで月2回連載されます。コミックデイズの詳しい楽しみ方はコミックデイズ登録方法で検索してみてください。はい、いかがでしょうか。さあ、ここまでを踏まえまして、月野田の共犯説を否定しきれない2つの要素につきましては、この動画の後半でご紹介します。さて、ここでコメントのご紹介いきましょうか。今回は何についてのコメントかなどはちょっと整理せず、いただいた順番に一部ご紹介していきます。あ、そうだ、その前にね、先週のファイル118の感想ライブ配信の動画内で、青崎の下はいつの間に新ロッジに運ばれたんだみたいなことを言ってたかと思うんですね、私がね。でその後視聴者さんからご指摘ありまして、ファイル115のストーリー内で金田一くんたち男性4名で新ロッジに運んでいたよと、そういうことを確認いたしました。ありがとうございます。いや、そうでしたね。まあ、いずれにしても犯人以外の登場人物たちみんな了承のもと青崎の下を新ロッジに運んでいると、まあ、そういう点は変わらないので、ファイル117のラストまでを踏まえた推理動画に関しても特に変更はありません。そのままいきたいと思います。ということで、引き続きコメント紹介のコーナーです。まずはこういったコメントからいきましょうか。南の話題は意味のない会話ばかりで、人物像はわからないまま行方不明、生きてる、まあ、死んでいる、幽霊になった。解決編まで明らかにされない気がするけど、南含めた3人のくくりだと思うので、たくさん話題にしてると思う。うん、神永南ね、まあ最終盤まで思わせな要素になりそうなんですよね、このままいくとね。案外社会人チームの遭難の方が動機につながっていたりするんでしょうかね。次にこういったコメントです。毎回何かしらのアクションを起こす赤霧コーチ、まるで周りを自分の思い通りに動かしたいかのように。うん、なんかね、赤霧に関しては毎回怪しさ増してますんで、そのうちね、なんか100均で売ってるような私が犯人みたいなタスキを購入してきそうですけどね。それはないか。はい、続きましてこちらです。ウポツです。青崎の下の右手が上向きなのがちょっと気になりました。ほう、ハリボテ説だとすると手を近くで見られたらバレるのではないかなって感じました。鈴木の両手は下を向いていたのと、首の周りの血がかなり飛び散っていたので、もしかしたら青崎の下を使ったのかな。赤霧は自分が犯人ですよって言ってるような言動をしてますね。うん、金田一くんがね、まあね、じっちゃんの名にかけてって言っているんで、過去のパターンからして今後事件が起こる可能性はちょっと、低いんじゃないかなと思います。一応ね、まあ、じっちゃんの名にかけての後も、まあね、その事件が起こってしまったというか、まあ、亡き者になってしまったっていう事例は少なからず、まあ、ありはするんでね。まあでもどうだろうなって感じですね。鈴木の現場での下が青崎のだという可能性は当チャンネルも賛成です。そうすると運ぶコスト、あの下を運ぶコストを抑えられますもんね。続いてです。死人が出た中で行方不明の生徒がいて、しかも血文島であるっていう緊迫した状況で亡くなりかけてるって理由があるにしろ、灯油タンクを持っていこうってなるのがおかしい。まあそうですよね、新ロッジには一時的に戻るみたいな形ですもんね。それにラウンジに戻った時から赤霧コーチの手元が映ってなくて、お、映ってなかったかな。で青崎の死体の右側に灯油タンクがある、115話で倉庫に置いた時点では少なくとも映ってはなかったんですよねと。ほう、置いていた理由は雪量みたいに首を出すために灯油タンクを解体したから元に戻す時間がなかったとか。
多分灯油タンクはどさくさに紛れて回収するのかな。目の前に首切られた死体がある中で灯油タンクなんて気にする余裕はなさそうだし、写真撮ったりしてるわけじゃないから言い訳はいくらでもできそう。2人の上の運搬に使った灯油タンクはまあ必ず処分するでしょうね。ここはね、証拠になっちゃいますからね。で、4人で手分けしようと言っていたシーン、その駒でも灯油タンクを持っていた赤切コーチなんですよね。もはやセカンドバック的な使い方です。さあどんどん行きましょうか。確固たる根拠もないけど、新ロッジには南が埋まってるのかなと思った。ロッジって作るのに1年かかるのかなと思って調べたら、どうやらロッジみたいなログハウスは半年くらいで作れるそう。青崎鈴木が何らかの理由で南をやっちまいましたと。で、死体の処理に困った2人はロッジ建設予定地の地面に埋めることを決意。だから南の死体は新ロッジにある。だったら怖い。ああ、それは確かに怖いです。その場合はね、おそらく犯人は灯油がもうなくなってしまったので一旦旧ロッジに戻ろうと言い、下の入っていた空のタンクを持って帰ったところで、いるなら最後の犠牲者をかも。ところで犯人は南の死体をどうしたいのでしょう。やっぱり掘り返してちゃんと葬儀したいですよね。となるとロッジが邪魔です。邪魔な新ロッジ、証拠の残ったかもしれない新ロッジ、なぜか燃料が大量に持ち込まれた新ロッジ、惨劇の起こりそうな新ロッジ、そして意味ありげな金田一の悪魔発言。でもやっぱり新ロッジもったいないですね。最後陰踏んでますね、新ロッジでね。神永みなみね、あんまり彼女の存在に引っ張られてしまうと、私正直ね、今起こっているトリックの真相にたどり着かないんじゃないかなと思うんですよね。だから現在は現在、過去は過去で分けた方がいいんじゃないかなとは個人的に思いますけどね。さあどんどん行きましょう。いつも動画面白く拝見させていただいてます。それはもう本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木の下は旧ロッジでバラバラにされた後、そのまま雪の下に埋まっていそうな気がしますね。新ロッジで発見されたのは青崎の下を使い回しにされていると思います。ビニールに包まっている、くるまっているかな、青崎の死体と思われているのは何らかのダミーかなと思います。それらをうやむやにするための今後のための灯油かもと思っています。なるほどね。ファイル118のラストの青崎の下だと思われていたものはダミーで、鈴木の下として扱われていたものこそ本当の青崎の下なのだと、まあ当チャンネルでは推理してますけどね。果たしてどうなるのかと。はい、次です。共犯の推理に関しては、確かにトイレの後の雪の工作に関しては赤切が単独でやるにはハードルが高いですね。高いんですよね、これね。後でちょっと触れますけど、ただ雪の工作は正直そこまでやらなきゃいけないことでもないような。鈴木が、やられた時のあの描写は同時刻のようにも見えますが、断定できないために、赤切が金田一の監視役をするならシャワーに行かずに第二の犯行の準備は全て月野田がやった方が鉄壁のアリバイができると思います。なるほどね。トイレの後の雪の描写、これね、赤切と月野田の結託でないとしたら、共犯でないとしたら、赤切が意図的に3人の中で最後尾に回るでしょう。3人でトイレに行く時にね、赤切が最後尾に回ってトイレに出る時にもう雪をちらっと入れておくしかないのかな。まあタイミングとしたらそうかなとは思いますね。はい、そしてこういったコメントです。赤切やたらに灯油タンクを気にするな、怪しすぎ。鈴木が行方不明だからまずは彼女を探すことを優先するじゃないですか。灯油のことは後回しでもいいのにね。確かにね。おそらく灯油タンクは証拠隠滅用と被害者の頭部運搬用とに分けていますね。鈴木の頭部を入れて運ぶためっていう目的と、上と下の死体がバラバラなことを隠滅するために燃やす、なるほどね、2個の理由で持っていくのかなと思っています。なるほどね、証拠隠滅ってのは燃やってことですね。あの人形島みたいなね。ならばまあトリックのそうじゃないかなっていう推理としては、当チャンネルでも賛成の立場です。なるほどね、皆さんすごいですね。ということで、いつも貴重なコメントありがとうございます。そして今回ご紹介したコメントをお読みになって気づいたことあれば、お気軽にコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。みんなも松本くんに質問してみよう。当チャンネルでは皆さんの日頃の質問を募集中です。お仕事のこと、人間関係のこと、恋愛の悩み、 YouTube チャンネルや SNS アカウントの伸ばし方などなど、当チャンネルのライブ配信や切り抜き動画でお答えしていきます。質問は当チャンネルの動画のコメント欄や松本くんの SNS アカウントで受付中です。お気軽にどうぞ。はい、ここでですね、月野田の共犯説を否定しきれない2つの要素っていうことでご紹介していきましょう。もったいつけずにいきますね。この2つです。1つ目が根津の番の金田一主任の監視の必要性、そして2つ目が雪を旧ロッジに入れるタイミング。順にいきましょうか。まず1つ目ですね。第一の事件を受けて全員が旧ロッジに集まって夜を明かそうとしていた中、赤切コーチが根
寝ずの番で起きていた金田一くんと時間を共にしていた。それですね。もしも仮に赤桐一人が犯人だとしたら、寝ずの番の金田一くんが起きているリスクを100も承知で、旧ロッジで鈴木を手にかけ、新ロッジに鈴木の上を持っていけばいいはずなんですよね。仮に金田一くんに見つかるとしても、例えばね、頭部にブラックの全身タイツ状の被り物を身につければ、まあ、あの金田一シリーズでもたまに描かれますけど、犯人の黒いシルエット状になる、そう見えるようなやつにしておけば、暗闇では首なしスキーヤーっぽく見えるかもしれませんよね。頭真っ黒だとしたらね。いずれにしても即座に正体をバラすリスクが大きく軽減できることでしょう、そんな黒マスク被ってるんだったら。でも違いました。赤桐は自身で寝ずの番だった金田一くんと小一時間を過ごしていたんですよね。もしもこの時の赤桐コーチの行動の目的が共犯者の行動のために、夜中も起きている要注意人物、つまり金田一くんが予想外の行動を取らないように監視することだとしたら、そして一人が事件の実行犯となる一方で、もう一人が相棒のアリバイ作りに協力していたとしたらどうでしょうか。もしも本編の描かれた時系列が実際の事件の時系列と基本的に整合性が取れているとしたらどうか。赤桐コーチによる金田一くんの監視は、月野田が事件を起こしている最中の監視、アリバイ作りの手伝い、そういった目的だったんじゃないでしょうか。続いて2つ目ですね。雪を旧ロッジに入れるタイミングですよ。これね、これに関しては仮に共犯でないとすると一気にハードル高くなるんですよね。ファイル117で金田一くんでしょ、赤桐、月野田の3名で夜中にトイレに行った際に、一人ずつ交代でトイレを済ませながら残り2人が待っているっていう流れでしたよね。もしもですよ、もしもこの事件が赤桐の単独犯だったとしたらどうか。ファイル117での交代でトイレに行くっていうアクションね、赤桐コーチにとってかなり難しい作業になるはずなんですよね。例えば金田一くんがトイレを済ませている間、これをまあ仮に数十秒程度だとしましょう、まあ1分とかそこらとかね。そこで共犯であれば月野田を味方にして、金田一くんがトイレを済ませている間の様子を月野田がチェックしておけば、赤桐コーチはすぐに旧ロッジの入り口に戻って雪を入れて戻ってくるっていうこともできるでしょうと。ところが月野田が共犯でないとすると、金田一くんがトイレを済ませている間だとしても、赤桐コーチは共犯でない月野田の目を盗んでトイレ、まあ、雪を入れに行く、往復してくるっていう作業になるんですよね。まあ、仮にそうでない場合、赤桐コーチは3人の中であえて最後尾を陣取って3人でトイレに行くために旧ロッジの建物を出ましょうってなった時に、こっそり旧ロッジの中へこのタイミングですでに雪を入れたっていう可能性もまあ一応考えられるんですけどね。チャンネル登録お願いします。さあいかがでしょうか。皆さんは金田一37歳の事件簿最新話を読みになってどんな感想をお持ちになったでしょうか。よろしければご意見ご感想などコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿の感想や考察などの動画を発信していきます。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また SNS は概要欄のリンクからフォローをお願いいたします。次回の動画もお楽しみに。